こんにちは、河辺真由美と三姉妹の三人の届いた宅配物を開けるシリーズです。昨日はマックをご紹介しました。続きましてマックのアクセサリーをご紹介します。今日はご紹介しますって2つあります。もう1つはですね、こっちは多分マウスです。年を取るといろんなもんを開けたりするのが大変です。このシリーズもいつまで続けることができることでしょう。あ、本当だ、ここだ。はい、マウスです。昨日ご紹介、何マウスです。昨日ご紹介しましたように、ちょっと行こう、色をなんかかっこいいかなみたいなものにしてまして、なんかここ2台はマウスもちょっと黒とかにしてちょっと気取ってみました。それまではちゃんと白だったんですが、黒が登場してなぜかね、黒がね2000円ぐらい高いんですよ。機能が違うかどうかわからないんですけど、なんか珍しもの好きのばあさんなんで、なんかちょっと黒かっこいいかもと思ってしましたが、昨日も申しましたように基本に戻りまして白にしました。私はなんとなく自分でラッキーカラーを白というふうに決めていますので、はい、白です。綺麗ですね。新品なのでピカピカです。はい。でももう全然一緒ですね。もう本当見た目は全然変わりません。マジックマウスだからこれは説明書だとコードですね。ということで1個はマウスです。そしてもう一個あります。前買ってたのもこの人が噛み砕いてボロボロにしてしまったんで、今ちょうどなかったんで、おお、いつまで続けられることやら。何かと言いますと、このタイプは私も初めてです。これはこういうやつだそうです。ホームポッド。あっ、到着早々壊してしまうとこでした。使い方わかるかな。あとはこれがあるだけ。これをこうやって、これスピーカーなんだそうですが、これをこうやってこうやって、これ充電はできないんかな、くっついたままなんですね。あ、そうなんだ。どれどれ、ここにシールがある。あ、かわいい。ここにちゃんとアップルのマークがあります。あ、なんか電気が音が鳴った。つながったっちゅうことですね。あ、一個もののシールもありました。はい。タップ。ホームポットミニの上部をタッチして音楽を操作します。え、これタッチ？再生？いや、だけど Wi-Fi でつなげんといかんよね。Wi-Fi で。Siri。Hey, Siri。DJ やって。Hey, Siri。あれ、これどうやって使うんかな？じゃあちょっと。
これでちょっとやってみようか。これでちょっとやってみようかな。よいしょ。iPhone とは、よく。まずですね、できるかな、おばはんとかばあさんにできるかな。Bluetooth オンになってます。あ、Bluetooth で、Bluetooth 環境設定を開く。デバイスが感知しないかな。iPhone ならすぐにできるはずなんですが、今 iPhone で撮影中なんで、パソコンでつなげられるかなと思ったら、つながらないですね。ちょっとこれは、後ほど iPhone でやってみます。そうすると iPhone の、こうやって、こう、歌、ヘイシリなんちゃら、かんちゃらかけてとか言ったら、かけるんですよね。パソコンでは無理なようです。多分パソコンでもやり方あんのかな？これなんだ、なんてやつ？ホームポッドミニとパソコンつなげる方法。ホームポッドミニと。Mac でホームポッドを使用する。Mac とホームポッドが同じ Wi-Fi ネットワークに接続されています。あ、そうだ、ホームポッドが Wi-Fi に接続されてないんじゃないの？あ、なるほど。あ、わかりました。はい。じゃあちょっとこれは追ってチャレンジしてみたいと思います。それではどうもありがとうございました。頭を使うことがいっぱいで、大変、勉強になります。サニちゃん、サニちゃん、はいはい。はいはい。じゃあ皆様、今日も一日ありがとうございました。ありがとうございました。